本間バングセットしていきたいと思います。前髪あんまり上げたくない人とか、でもちょっと暑いから上げたいとかいう人が前髪少しだけ上げてあげるようなセットになるんですけど、この季節絶対これが来るんで、まず右か左に流すんですけど、流す方向の黒目の上の部分を分け目として、鼻の上が一番ちょっとこうボリュームが出てくれるんです。感じです。上げたくない人ってこの時一番嫌っすね。鼻とかですか？鼻かす。それは裸です。そこはデコってる。はい、どうも、今地点でーす。今日の動画はヨッシーが山崎くんの頭を使ってアイロンでバチバチのコンマバングセットしていきたいと思います。コンマバング何かっていうと、まあ、ちょっと自分みたいな感じですね。前髪あんまり上げたくない人とか、でもちょっと暑いから上げたいとかいう人が前髪少しだけ上げてあげるようなセットになるんですけど、この季節絶対これが来るんで、早速セットしていきましょう。はい、ある程度乾いたんで上げたい部分を決めていきます。この辺かな、さっきもちょっと分けてたんですけど、これぐらいで分けてあげて立ち上げていきます。もう一回ちょっとドライヤー使います。山崎、右か左に流すんですけど、流す方向の黒目の上の部分を分け目として、鼻の上が一番ちょっとこうボリュームが出てくれるようにって感じです。で、まあ、こう握るときなんですけど、こうね、持っていきたい方向にちょっとクリッと決めてあげると、より方向付けができてこう自然に向いてくれるので、で、しっかり熱を当てていきます。で、ある程度熱が当たったら冷風当てたりとか、そのままこう取っといて冷めるまで待ってあげると、熱が冷めるときに髪の毛が固まってくれるんで、今こういう感じでしっかりと前髪を持ち上げる動画に成功しました。じゃあちょっともうアイロンしていきます。開けてる部分すごいボリュームが出るんで、あの他にこう段分けてアイロンしていくんですけど、最初は下からやっていきます。で、下の段は目的にボリュームそんなに出てほしくはないので、引っ張りすぎたりとか跳ねさせすぎないようにしたらいいかなと思って、スパイラルちょっとねじるような感じにしていきます。軽くねじって下に落としてあげるだけでこういう風に入ってくれるんで、それをまあ内外内とか右回り左回りとかっていう感じでランダムにあげるといい感じの動きが出てくるので、下に落としてあげるとクリンチ。最後はでもこんな感じでささっとやっちゃいます。右と左のあれが全然違いますね。右がサウジアラビアで、左がサウジアラビアみたいな感じですね。一緒やん。この時もこう一緒の動きにならないように、こっちに入ってる、こっちに入ってるっていうのをこう、なるほど、無造作感を出すってことですか。まあ指で咲いてあげたりして束の動きを確認しながら、それでまあフロントがある程度終わりました。なんで次バックですね。バックはでも短いんで、バック出しにくいかな。なんで僕はもうバック自分でするってなったら波打ちでやっちゃうんで、もうそこは一緒にして、僕も後ろは波打ちにしちゃいます。じゃあちょっとアイロン処理が終わったんで、マットを使っていこうかなと思います。本当にこれは根元の立ち上げにしっかり使っていくんで、立ちましてもらって、で、まあ根元しっかり立ち上げてもらって、まあ、上げるスタイルなんで前髪に全部つけてあげていいんですけど、つけすぎちゃうとせっかく上げスタイルで前髪割れちゃうんで、ほんまに最後の手に残ったやつを根元にちょこっとつけてあげるくらいで全然いいと思います。コンマバングみたいなほんのちょっと上げるだけなんで、めちゃくちゃつけすぎなくても大丈夫です。上げたくない人ってこの時が一番嫌っすね。裸だ。裸っす。そりゃ裸です。そこはデコってる。ちなみに今ちょっとそれがなくワックスでそうですね、ホールド。中間毛先はこういう柔らかめのワックスを使ってあげると、まとまりであったりアイロンで出した波打ち感とかが出てくれるんで、固めのワックスで根元を固めてあげて、中間毛先はホールドでしっかりまとめてあげて、束感とかを作っていきましょう。
ちゃくちゃいい感じになりましたね。じゃあちょっと締めにふさわしい一言を吉田君から。はい、ここ大事になってくるっすよ。いやはい、みんなもうポケモン